どうもみなさん、ハルキとカイトとモセとモチです。はい、ということですね、はい、はい、今日はね、皆さんというか、まあ、僕も含めてちょっとやりたいなということがありまして、はい、世界を僕たちはね、まだあんまりよく知らないんですよ、実は。そうね、地球に住んでいながら地球のことは全然知らないと。なので、Google Earth を使ってちょっと知っていこうかな。おお、ただ、Google Earth をね、見るだけじゃ多分つまらないと思うんで、ゲーム性にしまして、これ三角形だろっていうのを一番早く見つけたやつが勝ちという。あー、分かりました。ゲームにしましょう。はい、はい、ということで、今回は地球上から図形を探してみましょう。はい、はい、一発目のお題をください。ではですね、じゃあ星で。星、はい、もういいんですか。よーい、スタートで。そういうことね。皆さん、Google Earth を開いてください。はい、はい、はい、この画面、うん、あ、はい、この一番ね、地球が遠く見える。あ、できた。ちょっと待って、どうやってんの。俺、わけわからんところにピン入っちゃってんだよ。ナスカの地上にめちゃめちゃピン刺さってんだよ。では、よーい、スタート。はい、じゃケンタッキー州探しまーす。ピンポイントすぎだろ。ケンタッキー州田舎すぎ。ディスんな、ケンタッキー州。星っていう感じでもあり、それ見つけれる。日本建物のさ、看板とかを見てたらありそうじゃない。あー、調べなければ OK。 OK、 日本探しに行くしかないじゃん。そら、最寄り探せばよくね、それ。確かに。アメリカ広すぎてさ、街が少ないんだけど。ちょっとニューヨーク行きます。行ってらっしゃい。僕今スペインいます。会話がすごい。世界旅行してる。マジさ、やばくない？ゲームなんだけど。あ、そういう作戦もあんのか。今起こったことですね、カイト以外の3人は上空から図形を探してたんですけど、カイトがビルとかの窓とか見てて、そういうことかってなりました。じゃあフリーズした、携帯が。オンボロイド出てるぞ。オンボロイドっていう。終わった、フリーズした、落ちた。そんなことない。バルセロナの中心で落ちたんだけど。かっこよ。でっけえ歯医者あるわ。どういうこと。なんか歯科医院っていうビルがあった。すげえ。えあった。違う、ハーレム川っていう川がある。なんだよ。ハーレム川ってやばない。中学生のチリンの授業じゃないか。ディズニーとか絶対星あんじゃん。ああ、おい、ディズニーストア来ちゃったよ。あ、でもタイムズスクエアだ。ありそう。おっと、日本に行きます。我が日本。日本ないです。爆速だ、切られる。なんでシンデレラ城の一番上に星ねえんだよ。なんであると思った。USJ 行くか。USJ もありそうだよな。USJ の方がありそうだな、てか。え、ディズニーの方がありそうじゃね。ディズニーは星とイエスっぽい表現はしないと思う。おっと、マジか。これは星で、待った、一回審議いいですか。はい、はい、いいですか。はい、これです。どうですか、これは。どうですか、これ。これね、欲しい。どうですか。せーので、ありかなしか言おうぜ。いいですか。はい、はい、せーの、マッシュ。ダメだ。また1からだ。それ四角形の3つの塊だもん。え、待って。お、え、本当に。お、お、お、なんだ。一回やろう。じゃあ審議いいっすか。マジで。はい、いきます。はい、はい、うわー、欲しいな、それは。これはありでしょ。うわ、星星、イエーイ。あった。悔しい。スヌーピーや。何ですか、ちなみに。 USJ。 USJ。 あー、やっぱ。うわー、うおーい。いいなー、その快感味わいたい。いやー、いい。いいよ。第2問いきますか。はい、はい、どうしようかな。星でこの難易度。ではこんぐらいの難易度の方がいいかもね。三日月。うわー、三日月いけそう。三日月でちょっと一回やってみましょう。では、用意スタート。三日月という文化は日本でしかないはずだ。待って、三日月ってどんなんだっけ。これだよね、こういうやつで、こっちにもこうなってるやつだよね。うん、そう。はい、え、はい、おー、審議。これはありですか。これはありですか。微妙だな。三日月じゃね。三日月ではあるけど、まあ、それぞれ言いましょう。じゃあ、はい、せーの、あり。よっしゃ。テーマパーク強いな。テーマパーク最強だから。ラストオーナーにする。そうね、決まりました。はい、
手形でいきましょう。おお。手。むずいなそれは。パーじゃなくてもいい。これでもいい。チョキでもいいし。あ、チョキでもいい。なるほど。最強にむずいじゃん。よーいスタート。はい。手むずいぞ。いやマジでむずいよ。諦めが2名出ました。手形だよ手形。また USJ 行ってくるわ。ヘビーユーザー。じゃあメキシコ湾行ってくるわ。あー人の手じゃねえのがある。お何の手。いやありだろ。あいや足かもしれんな。足だこれは。カンペチェ来ました。誰が知ってんのカンペチェ。カンペチェないから隣町のセイバープラヤ行くわ。誰が知ってんのだから本当に。いやなんかセイバープラヤすごい、なんか綿棒出てる。言い方しないよそんな。何でもなるだろ。テーマパーク行こう。日本モンキーパーク行ってくるわ。ねえ日本モンキーパークに絶対あると思ったのに俺。諦めんな。猿の手形があるって思ったよね。これこれあった。これ何それ。手。こういうことか。ポケモンカードのトータイプのマークみたいな。キーシンプルにさ、なんかこう街を見下ろしてるのがすごい楽しいんだけど。その時期はもうとっくに過ぎたよ俺は。俺はインスタ見てる方が楽しい。やべえマジで。もうやだ。誰かマンションで洗濯物干してないかな。どういうこと。うわ待って。うわした。ぬるぅー。皆さんタイムアップです。この状態でかれこれね30分以上探しましたが、4人がかりで手形ね見つかりませんでした。見つかりませんでした。つまりこの地球上に手形はない。